毎度おなじみルルの番組、あ、今日違いますよ、なんかオープニングあれっぽくしたいって須田が言ってたから。あ、ね、さあ今日も、はい、外のこの感じから始まりましたけど、はい、九条の駅の近く、はい、そうなんですよ、はい、ここでですね、はい、また、新たな企画が始まるということで、また新しい、あら、なんか早速みんないい感じでクレームつけてくれたね。今回はそこです。何かっていうと、皆さんが非常にこうネガティブな発言ばっかりする。したことないです。したことない。この企画、一切ネガティブな発言をしてはいけないということで、発表します、はい、第1回ポジティブ街ブラ向上委員会。はい、初めて聞いた。ポジブラです。ポジブラ、はい、ちょっとでも私が、あ、今ネガティブだなと思った瞬間に、細かく罰ゲームを与えていきます。罰ゲーム、その都度その都度、はい、こちらネガティブの図を出します。こんなのを作ったんですか、はい、さあこちらの商店街を楽しくブラブラしたいと思いますけども、はい、これです。この感じです、皆さん。めっちゃ可愛い。このポジティブ感、これ欲しいでしょ。買い物、いや、ちょっとこれどう。いい匂い。いい匂いですね。たこ焼きとかさ、タカさん好きですよね。これ大好きなのよ、たこ焼き。欲しいな。欲しいよね、これね。いいでしょ、買います、自腹で。自腹、ちょっと待って、あー、いいですよ。あれ、あ、そう。これ、あの、甘口と柚子ソースと、わ、あ、すごい、柚子。なんておしゃれな。美味しいですよ、はい、いただきます。愛用夫婦して、うん、あ、熱っ。あれ、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 森進一、森進一。違うの、涙出るぐらい美味しい。どっちのソースだった。分かんない。そうそう、いや、今分かんないっすよな。はい、違う、なんで、なんでだよ。だってこんな美味しいの目の前で作ってもらってたよ。どっち食べたって言ったら、うん、分かんないって。いや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 。じゃあそれ置いて置いて、なんで、はい、なんで。ここにポジティブって書いてください。ポジティブ、え、はい、クラックだけでいいんですか。それはそうですよ。えぇー、なに、なに、来ましたね。怖い。これがまず、あの、ちっちゃい罰ゲームになってますから。毎回これやってきます。この辺を、商店街を、はい、ブラブラして、はい、行ってらっしゃい。行ってきます。行ってきます。豚まん屋さんも有名で。あ、そうなんですか。めっちゃ有名して。豚まん屋さんがあるんですか。美味しいとこ。本当ですか。ここの天ぷらとどっちがうまいですか。それは豚まん屋さんやね。そんなことないでしょ。絶対こっちの方がうまいよね。豚まん楽しみ。楽しみになりましたね。本当、これでも豚まんもいいけど、ちょっと右手にたこ焼きっていう看板が見えてきたの。またたこ焼き。何それ。今の二人ちょっと揃って、俺の大好きなたこ焼きって言葉に対して、何それ。はい、あれ怖いな。分かってるか今回ね。あ、もういいや、ただ押すだけでいいや。押すだけでいいの。あー、分かった。なるほどなるほどなるほど。ビリビリ先生お願いします。あー、もう、あー、今音聞こえましたよ。リアクションちっちゃくなったけど、音は大きくなった。じゃあ、はい、俺遠慮します。じゃあ、私も大人なんで。お、いいよ、その2人に。こっちが一番下の。じゃあ、どうぞ。なるほど。